宮城県気仙沼市と岩手県の釜石市では、衣料品チェーン、ユニクロの仮設店舗がオープンしました。近くにないので、こちらの方にできるっていうのを聞いて、早くできないかなと思って期待してきました。私、お金ないもんで、正直言って、安く買えるっていうところが魅力ですね。気仙沼市の店舗は、およそ30坪のプレハブ作りで、通常のユニクロ店舗の7分の1程度の広さです。下着類や季節物などおよそ40種類を販売しています。開店前から行列ができ、午前中に一時入場制限がかけられました。一方、釜石の店舗は市の物産施設内にオープンしました。両店舗とも1年間の限定営業ですが、ユニクロは震災後も続く衣料品不足に対応し、被災地を支援したいとしています。また、被災地で活動する団体に対して、今後3年間にわたり、合わせて3億円規模の資金を支援するなど、復興を後押しする方針です。